子が死んでるのだかわいそうにきっと車にひかれたのだあ,あそういえばあの子は今頃元気にしてるかななのだ小学校の時ちょうど今くらいの季節に転校してきてまたすぐに別の学校へ転校してしまったあの子とてもきれいな手と香水のいい香りのしたあの子わあ,あ 猫が死んでるのだ。かわいそうに、きっと車に引かれたのだ。それにしても、体がぐちゃぐちゃで、うじが湧いていて気持ち悪いのだ。なるべく見ないようにして、早く通り過ぎるのだ。死体は誰か大人の人がそのうち片付けるのだ。私はやるわ。あ、メタンちゃん。わあ、猫の死体を素手で拾ったのだ。汚いのだ。何よ、 さっきからうるさいわね。あなたもかわいそうだと思うなら騒いでばかりいないで、手伝ってくれない僕には無理なのだ。死体には触れないのだ。じゃあ触らなくていいわ。すぐそこに林があるでしょそこに連れて行くから、あなたは穴を掘ってよ。穴を掘るのだそうよ。この子を埋めてあげるの。成仏してください。 アーメン、何枚だ仮面ライダーなのだ何を言ってるのだバカな子ね、これは生き物が死んだ時に唱えるおまじないよ。天国で楽しく暮らしてね、という意味よ。メタンちゃんは動物の死体が怖くないのだなんで、怖くないわ。そうなのだ。あなた同じクラスの子ね、ごめんなさい。 まだお名前が覚えられていないの。なんてお名前なのズンダモンなのだ。ズンダモンちゃんね。ズンダモンちゃん、今日は手伝ってくれてありがとう。いつもは一人だから、今日は助かったわ。いつも動物の死体を片付けているのだ。目に入った時に、自分に余裕があればね、忙しければしないわ。あそことか、あとあそこらへんとか、 アイスの棒が刺さってるところがあるでしょう私がこっちに引っ越してきてから作ったお墓なのよ。こんなにたくさん、何が埋まってるのだモグラとかネズミとか、あそこはトカゲで、あそこはゴキブリだわ。い,いえ、ゴキブリなんて埋めたのだ。そうよ、お世話になっているおばさんが殺虫剤をかけて、殺してしまったの。今日のこの子のためにも、 またアイスの棒が必要ね。後で買ってこなくちゃ。どうしてこんなことするのだゴキブリなんて草むらにでも、そのまま捨てればいいのだ。生き物はみんな、死んだらお墓に入るものなのよ。そうすれば雨にも濡れないし、みんな一緒だから寂しくないわ。5本とかで読んだことないのそうなのだ。すぐそこに公園の水道があるわ。私は手を洗っていくけど。 ズンダモンちゃんはどうする家は近いのあ、僕も手を洗っていくのだ。ふ、綺麗になったのだ。ねえ、ズンダモンちゃん。私も今、手を洗ったばかりだわ。とても丁寧にね。なのだ私と握手できるえ、それは私のことを汚いと思う。汚い子には触りたくない それは、えーと。やっぱりいいわ、もう帰るわね。クラスの他の子に言いたければ言っていいのよ。私がお墓を作ってること。い、言わないのだ。そうじゃあ私から言うかもね。あなたが手伝ってくれたって。そ、それは。嘘よ。あなたのことは黙っていてあげる。でも、 私は自分のことは隠さないからなのだメタンちゃんのお墓作りについてはほどなくクラスのみんなの知るところになったのだ初めてクラスに紹介された時から独特の雰囲気を持っていて人に合わせず一人で行動することが多かったメタンちゃんだったけどお墓のことで君悪がられるようになって。 ますます一人でいることが多くなったのだ。ただ、メタンちゃんは少なくとも表面上はそんなこと気にも止めない風だったのだ。たまに話しかければ普通に話し返してくれるし、とても可愛く笑うし、いつも背筋を伸ばして堂々と歩いていたのだ。僕は他のクラスメイトの目を盗んで、彼女にさりげなく近づき、彼女から漂う香水のいい匂いを嗅いだり、 その白い手を眺めたりしていたのだ。そんなある日、メタンちゃんが僕の学校に来て半年くらい経った頃、学校で飼っていた5匹のウサギが5匹とも死ぬという事件が起きたのだ。死体はズタズタのぐちゃぐちゃに傷つけられた状態で、朝、僕たちの教室のメタンちゃんの席とその周辺に打ち置かれていたのだ。また、糞や餌の残りも一緒にぶちまけられており、 それらが合わさって、メタンちゃんの席は、教室に、そして学校中にものすごい異臭を放っていたのだ。あまりの生産な様子に、ほとんどの生徒、そして先生たちまでもがたじろぎ、何もできない中、登校してきたメタンちゃんは、たった一人で静かに自分の席へと近づくと、内臓の飛び出た血まみれのうさぎを、白い小さな手で優しく撫で、母親が、 お休み前の赤ん坊にするように抱き上げてキスをしたのだ。そして一匹ずつ丁寧に校舎の外へと運び出し始めたのだ。他の生徒と先生たちはその様子を遠くからただ気味悪そうに眺めていたのだ。僕はなんとなく彼らと同じ集団にいることが耐えられず、うさぎを抱いて校舎を出たメタンちゃんを遅れて追いかけたのだ。ねえ。 ねえ、メタンちゃん。なあにメタンちゃんは死体が怖くないのだ。なんで、怖くないわ。そうなのだ。前にも同じことを聞いたわね。うん。よかったらまた手伝ってよ。そこの空いている花壇がいいかしら、穴を掘ってくれない大きい穴を掘るのだ。小さい穴を5つがいいわ。わかったのだ。あら、 本当に掘ってくれるのズンダモンちゃんこそ怖くないの怖いけど穴掘りくらいできるのだ。そうじゃなくて人目は気にならないのそれは別にいいのだ。変わった子ね、ありがとう。そうしてメタンちゃんはほとんど一人でうさぎの死体や糞などさっぱり片付けたのだ。 メタンちゃんは死体から滴った体液の一滴まで丹念に拭き取ったので、教室は昨日までよりもむしろ綺麗になったくらいだったのだ。しかし、血や粉にまみれたメタンちゃんは汚いということで先生に早退させられてしまったのだ。メタンちゃんは翌日、うさぎの埋まった花壇にクロッカスの球根を植え、それから毎朝水やりなどの世話をし始めたのだ。 そんな行動を遠くから気味悪そうに眺めながら、生徒や先生たちは、あの事件についていろいろな噂をしたのだ。うさぎはメタンちゃんが自分で殺したのではないか。花壇にお墓を作るために生きていたら埋められないから。そんな声も聞こえてきたのだ。メタンちゃんはそれらの噂を否定も肯定もせず、クロッカスが彼女の白い肌のように、綺麗に咲いた頃、 また別の学校へと転校してしまったのだ。とても遠いところへ行くので多分もう会うことはないと言い残して僕はメタンちゃんがいなくなった後、カ花壇の世話を引き継いだけどそれもある日ぐちゃぐちゃに荒らされクロッカスは一本残らず抜き取られてしまったのだそしてあの公園の近くの林の墓地が気になって様子を見に行くと。 アイスの棒はすべてへし折られ馬か牛の糞が一体にばらまかれていたのだ僕は心が折れてしまい花壇にも林のお墓にも以来一度も近づいていないのだそして歳月が過ぎるうちに接点のなくなったメタンちゃんのことをだんだんと思い出さなくなっていったのだただ車にひかれた猫の死体やお葬式で出会う人間の死体のように 見た時の印象の程度が大きい死体を見ると今でもふと彼女のことを思い出すのだ彼女のいい匂い彼女の綺麗な手そして自分の足りない頭で死について少しだけ真剣に考えたりするのだ